はい、本日はですね、キャンプ用品を購入したのでそちらをご紹介していきたいなというふうに思います。僕は以前から言ってるみたいにですね、エセキャンパーになるということで、ビジネスキャンパーとしてこれからやっていこうなんて言ってるんですけども、今まで一度もキャンプをしたことない。だから見よう見まねで何がいいんかわからんかったんですけど、つい最近ですね、インスタグラムの方でなんか何を持ってたらいいですかっていう、まず何を買ったらいいですかって言ったら、いろいろテントいるよとか椅子いるよとかいっぱい言ってもらって、一応ね、ここに今ご用意させていただきました。どうぞズダン。はい、ということでね、これを今日はご紹介していこうじゃないかということになっておりますので、テント一度も人生で建てたことがない、で椅子も一度も作ったことがないということになっておりますので、これね、焚き火台もあるんですけど、まあ紹介しようか。まずこれテントがあって、これはこのために買いましたよ、ノースフェイスのテントね。ほんでこれエセキャンパーは絶対いるでしょ、映えるようにね、タオル。ほんでこれがスノーピークのね、焚き火台、重たいんよこれ。でこれポールでしょ。ほんで大体キャンパーって言ったらブーツがいるのでね、ブーツいりますよねと。でこれはね、キャンプ用の靴なんですけど、これはまた明後日ぐらいにレビュー動画出してるんですけど、ちょっと今はまだ出しません。でね、これもね、椅子なんですけどね、これはさっきめちゃくちゃ時間かけて組み立てたんですよね。はい、こんな感じでね、組み立ててね、さっきちょっとおやつで食べてたガトーショコラがありますが、こんな感じでビヨーンと作りましたので、これはまあ椅子兼ベッドみたいな感じであります。それともう一個、普通に座るなんか椅子買ったんですよ。それはね、家に忘れてきました。まあ、なので今日はキャンプしないんですけど、一回ちょっと立ててみようかということで、立てていきたいなというふうに思いますので、カメラマン嫁蔵さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、音声入ってますよ、君も。ではまず開封していきたいなと思います。手軽にね、開けれるやつから開けていきますね。まずこれはノースフェイスのタオル、こういうね、形から入るタイプの人はまずこういうものを買ってください。こうゾーンと置くだけでね、いかにもキャンパーっぽいじゃないのということになってきまして、まあ、全然移動しな、おしゃれな感じが出てますよね。ちなみにこの椅子の袋はこれね。ほんで一番の問題はですね、今日はブーツ履かへんから、ブーツはこの辺にちょっと置いとこうか。一番の問題はこのテント、立てれるのかどうか。頑張って、初のオープン。まあ、だって来週初めてのデイキャンプ行くわけやからな。そうね、それまでに立てれませんでした言うたらあかんからね。わあ、畳むのめんどくさそう。すでにこういうのって説明書ないんやな。え、そうなの。さっきこれ立てた時のね、めちゃくちゃ苦戦してる様子はこっち側ぐらいに出しておくので、それ見てください。早送りで30分かかったんですけど、なんと早送りすると10秒ぐらいで終わるということで、めちゃくちゃ大変やったんですけども、無事立てれました。これ良かったよな。良かったね。何が良かった？ゴロゴロできる。ああ、それはいいことや。ふかふか。それはいいことや。色味が可愛い。幸せ。これも可愛くない？この色味。わかんない。このカチカチするのも初めてやってるわ。私もやりたい？やりたくない。テント組み立てたことない。そうやろ？テント組み立てたことないお互いが。立てれるのかというね。ひょえ、おい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 、どこやこれ。もう見ただけでわけがわからない。本当に楽しいのか、キャンプって。めちゃくちゃめんどくさそう。本当にテントって一人でできるんですかね。分かってないじゃん、あの感じ。説明書とかないんだ。え？説明書とかないんだね。そうやね。あるじゃん。ちょい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 。出てきたじゃん。それはそうだよ。あるに決まってるじゃん。わかりそう？よし、わかった。どうですか？え？いけてる？めちゃくちゃ順調やん。すごい。どう？テントっぽい。ねえ。非常にテントっぽさが出てきたよ。あらまあ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。上手。さすが。頑張れ。できるかもしれへん、キャンプ。ねえ、できるね、たっくんなら。あ、倒れちゃった。よっしゃ。これペグ用のさ、ハンマーもさ、はいはい、買ってんやんか。あ、そうなんだ。まだ届いてない。へー、だから
そういう時はあのハンマー代わりになるっていうところでいいのがこれブーツなんですよね。あ、そういう役割もあるんですね。そうなんですよ。ブーツっていうのはかかとが非常に硬い。さすが。人によっては靴ずれする可能性もあるんですけど、それをですね、はい、痛まない程度に、うんうん、手で押さえると痛いので、はい、ブーツでギュッと押してあげてあげる。知らなかったな。仮でね。うん、仮でね、まあ、仮だからそのものじゃない。そうそうそう。これもしあの分かる方がいらっしゃったらコメント欄でね、順番が違うよと、こっちの方が立てやすいんだよと教えていただければ非常に助かりますし。かかと使わないの？あのさっきのブーツの踏みつけスタイル、まあ、仮止めでいいんだよね、この。うん、こんな仮止めでいいよ、とりあえず。外すん大変なことになって火沈んじゃうからね。そうそう、そうそう。今日はとりあえずどんなもんかなって見るだけだから。すごい、すごいことになってる。いいんちゃうこれ。これごちゃごちゃ。だからな、こんな感じでさ、うん、あ、どう？うん、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと石回ってみてくださいよ。あ、はいはいはい。なんということでしょうだね。うん。お、やだ。おる。すごいじゃん、たっくん。うん、できちゃった。できちゃったじゃん。ほら、見てみ。すごいドヤ顔。どう？キャンパーになったわ、俺。キャンパーになった？わあ、いいですね。絵になりますよ。はあ、設営して撤収しなきゃね。これがめちゃくちゃ大変。確かに。慣れてない衛星キャンパーはな、撤収とあの開始に時間かかんねや。2時間2時間見た方がいいんじゃない？かもしれない。もうほぼ何10時間ないやん。ねえな。もうこない衛星キャンパーやからこんなんもすぐ外れねえで、ほら、うん、もう外れてあるやん。まずアミーでしょ、うん、これだから来週その初めてのデイキャンプはバーベキューやから、はい、これで BBQ しましょう、はい、んでこれはあ、よかった、ちゃんと説明書入ったわ。これあると安全やね、はい、これなかったらものすごい疲れるから。ほんでこれがな、うん、なんかその焚き火台セットする用のそのグリルみたいな、うん、でもこれはあの俺が揃えたわけじゃなくてセットでご丁寧に送っていただいたから。送ってたんだね。うん、まあこ買ってんけどな。ほんでこれは何か分からへんねん。めっちゃ重たいやつね。うん、めっちゃ重たいねんけど何かが分からへん。説明書見ましょう。これ何するやつなんやっちゅうことやねんけど分からへん。ほんでその次がこれは分かるでしょ。そこでね、これ。はいはいはい。そうでこれでまあ焚き火するよと。一応サイズがな L サイズって言って大きめのサイズにしてんけど、うん、まあ2人多分楽勝やと思う。へ、うん、あ、その上で焼くってこと？え？その上で焼くってこと？そうや。へえ。こういう感じよ。へー、結構大きいなね。でこうやるやん。はいはい。ほなこれ何ってなのやっぱり。その下じゃない？何のため？何のため？ほんでこれはな、下やね。落ちてゴミになったらあかんやん。はい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 。重たこれ。まあ調べましょう。そうで、しかもこの動画出す頃にはもうデイキャンプ行ってんねん、うん、だからコメントいただいてもわからんまま行ってんねんもん。でまあ、2回目なデイキャンプ行った時には使えるから、うん、これが何なんか教えていただければものすごいありがたい。これをこうやるやん、うん、ほんでこれほんま椅子家にあるからな、うんうんうん、椅子をこうやってさ、うん、こうやってこうやって、へへへ、いいじゃんいいじゃん。雰囲気だけキャンパーっぽいわ。そうやろ、うん、もう形から入らないな俺は。もうその自然を楽しむのに形を入ることだけ意識してるから。でそこから自然にはまってしまうんだね、きっと。そうということでね、以上がまあ一応僕が今購入したキャンプ用品で、うん、皆さんにねこういうのいいですよって教えていただいたのを忠実に購入させていただいたということになっておりますので、多分まだ細かいのいっぱいいると思うねんな。そのカップとかなんかその調理器具とか全然俺分からんから、うん、またそれもなんか分かる範囲で教えていただければ嬉しいなと思いますし、参考にさせていただきたいなと思いますので、ぜひね初心者エッセイキャンパーに向けてこういうのいるよと教えていただければ嬉しいなというふうに思いますので、本来はね僕ソロキャンプとして一人で行く予定ではいてたんですけども、どうやらなんか嫁もついてくるということで、あの夫婦エッセイキャンパーということでこれから頑張っていきたいなと思います。行きたいな、うん、行きたい、行きたいよ。はい、ということでね、まあ、今日はこの辺で終わりにしたいなというふうに思います。閉めていい？いいよ、うん、はい、ではね、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ペコリー。